こんにちは。漢詩を読んでみませんか。今回は半生代四時田園雑経の終日田園雑経第三首を読みます。第一句。きっと蚕のごとく柿に入り。きっと蚕のごとく柿に入り。立ち花につく蚕のような虫がさなぎになり、立ち花につく蚕のような虫がさなぎになり。きっとというのは、ですね、まあ、みかんの類につくですね、虫なので、まあ、私はアゲハチョウの幼虫だろうと思いますが、まあ、違うかもしれません。それから、カキ。化ける機会ということですね。きっかけというんですかね。まあ、ですから、これは、ですね、さなぎのことであろうと思われます。第2句。士官の水剣、才に似たり。士官の水剣、才に似たり。枝から垂らした眉は、蓑のようである。枝から垂らした眉は蓑のようである。蚕に似たりとありますので、これはミノムシのことかと思われます。まあ、先ほどのキットと同じものかもしれません。第三句。忽然として贅して鷹の蝶となり。忽然として贅して鷹の蝶となり、たちまち脱皮して綺麗な模様の蝶々になり、たちまち脱皮して綺麗な模様の蝶々になり、鷹の蝶と、まあ、花が多いということですけど、これはまあ綺麗な模様ということだと思われます。このですね、書き込みにこのうがつと、まあこれ、まあ、花を着た蝶々ということなんでしょうかね。最後の句です。四分わずかに乾きて、すなわち飛ぶを学ぶ。四分わずかに乾きて、すなわち飛ぶを学ぶ。粉のついた翼が乾いたところですぐに飛び立とうとする。粉のついた翼が乾いたところですぐに飛び立とうとする。乾くという字には、ですね、書き込みがありますね。蓑の字よりこの字を言う。蓑の字よりこの字を言う。まあ、蓑というのは、まあ、雨がっぱのことで、濡れているものですね。まあ、それが乾くという連想になるんだということでしょう。まあ、さなぎから蝶が羽化するところをずっと見つめているというですね、その視線はですね、なんかファーブル昆虫記のような感じがしますね。ファーブル昆虫記を絶句で表現した、そんな感じがします。それでは最後にですね、訓読と現代語訳を読みます。きっと蚕のごとく柿に入り、士官の水剣才に似たり、忽然として贅して鷹の蝶となり、四分わずかに乾きてすなわち飛ぶを学ぶ。きっと蚕のごとく柿に入り、士官の水剣才に似たり、忽然として贅して鷹の蝶となり、四分わずかに乾きて、すなわち飛ぶを学ぶ。立ち花につく蚕のような虫がさなぎになり、枝から垂らした眉は蓑のようである。たちまち脱皮してきれいな模様の蝶々になり、粉のついた翼が乾いたところですぐに飛び立とうとする。立ち花につく蚕のような虫がさなぎになり、枝から垂らした眉は蓑のようである。
たちまち脱皮してきれいな模様の蝶々になり、粉のついた翼が乾いたところですぐに飛び立とうとする。多いんですが、上表語尾の音、一句、二句、四句の最後の字、き、い、ひとなります。それでは北京語で、朗読します。秋日田園雑兴，菊度如蚕入画机，枝间垂剪似蓑衣，忽然退作多花蝶，赤粉才干便学飞。菊度如蚕入花机，枝间垂剪似蓑衣，忽然退作多花蝶，赤粉才干便学飞。最後までご視聴ありがとうございました。